どうもベルです。今回は、ドゥームズデイのヒーローのティアリストを前回作成したので、そちらの C ランクのヒーローの解説をやっていこうかなと思います。ヒーローのティアリストというのは、ドゥームズデイのヒーローを SS ランクから D ランクまでランク付けしたものになるんですけども、今回はその中で C ランクにしたヒーロー、 え、ジョナサン、マスタージン、キャサリン、ライゴロウ、中野さん。え、こちらの5名ですね。え、ヒーローのティアリストの全体については、前回の動画でご紹介してまして、え、概要欄にリンクを貼っておりますので、え、まだそちらご視聴いただいてない方は、え、そちらを先にご覧いただいた方が、 この動画楽しめると思いますので、そちらを先にご視聴いただけると嬉しいなと思います。本題の方に戻りまして、昨年末のヒーローティアリストでは、ジョナさんとマスタージーン、彼らは B ランクだったんですけども、今回は C ランクということで評価が下がりました。 まあただ、弱体化が来たわけではないんですよね。なぜ評価が下がったのかということについてもえ語っていこうと思ってますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、早速やっていこうと思うんですけども、まずはジョナさんからですね。ジョナさん、第三世代ヒーローなので、レイジスキルの火力だけは高いです。 ただ、それだけなんですよ。本当に。このレイジスキル、あの、せめて、ラリー部隊にかけることのできるデバフが、カウンターダメージじゃなくて、あの、スキルダメージだったら、もう評価変わって、B になってたと思うんですけど、あの、カウンターダメージ下げても、意味ないんですよ。あの、第三世代ヒーローだから、ま、あ、何かしら、 あの、ちゃんと救える要素があると思って、私、もう彼を何度も検討し直しました。でも、無理でした。もうだって弱いもん。あの、そして、入手方法も、あの、トップ司令官のランキング報酬というところで、まあ、彼を取るんだったら、あの、スベンを絶対に取るべきですし、あの、万能かけらを使うという選択肢も絶対にないので、まあ、彼、 相手が使ってくることも本当に少ないと思います。あの別に相手が使ってきても優先して落としに行く必要はないです。あの、騎兵部隊の3部隊構成をするんだったら彼を使うことになるんですけども、今の環境で騎兵3部隊組みますかあの、このゲーム、 歩兵が一番陛下として強いので、あの歩兵三部隊はまだわかるんですよ。あの私は組まないですけど、理屈としてはわかるので。まあ、ただ、騎兵三部隊に関しては別で、そもそも騎兵って移動速度が速いのが魅力なんですよ。なら、それを活かさなきゃいけないのに、ジョナさんは移動速度アップを持ってなくて、 あの、今、えー、騎兵は、えー、二部隊か一部隊がベターで、えー、知らぬい、えー、エレナ、えー、ベラ、えー、スベン。えー、この四人で、二部隊組むか、一部隊組むのが正解。えー、もしくは、もう完全に移動速度に特化させるとき、えー、そのときは、 え、シンシアを、え、リーダーにし、えっと、シンシアとシラノイですね。え、この二人を、え、リーダーにして、アシスタントにエレナとベラをつける。あの、これが、現在の騎兵部隊の組み方ない以上、どうしても、ジョナさんって使わなくて。まあ、ただ、え、一応、レイジスキルの火力は、まあ、結構、高い方なので、 あの、レイジスキルだけ上げて、つなぎ要因として使うのは、まあ、ありなのかなと思います。えー、では、えー、次にマスタージンえー、彼についてえ語っていきたいんですけども、えー、彼はラリー用のヒーローですね。えー、彼、良くも悪くも、ラリーの耐久力を上げることについては、超一流です。 えー、疑いの余地もなく最高クラスだと思います。ただ、一つ問題があって、あの今、ラリーは耐久力を上げるより優先するべきことがありすぎるんですよ。えー、まずは火力。まあ、そして、えー、沈黙させていって、相手にレイジスキルを打たせないことだったり、相手のサンダーに対する対策で、 え、回復ダウンをかけていくこと。え、そして、相手の短期部隊が来ても追い返せるような範囲攻撃。え、これら、え、様々なことが必要のな、必要になる中で、あのー、じゃ、その状況に合わせた、え、適切なヒーローをえ使わなきゃいけないんですね。じゃ、そういう状況で、マスタージーンを使う余裕って正直ないんですよ。なので、 あの、ヒーローとしての性能は弱くはない。ただ、ラリーヒーローという狭き門をくぐれるようなヒーローではない。え、それが、マスタージンの、今の私の率直な評価です。あの、マスタージンは、え、VIP11 から15の専用宝箱で購入することができるんですけども、まあ、今から購入する必要はないのかなと思います。 えでは次にえ、キャサリンについてえ語っていこうと思うんですけども、もうキャサリン、もう初期ヒーローで、もう昔は本当に大活躍でしたね。まあ、ただ、もう今はもう騎兵が、え先ほど、えジョナさんの時にも申し上げた通り、あの、知らぬい、エレナ、えベラえ、スベン、 もうこの4人がもう戦闘面で強くて、あの移動速度にじゃあ特化させたいときはえ、先ほどの4人に加えて、新ンシアを混ぜていく。もうそれが今の基本なので。でそしてえ、騎兵3部隊は、まあ、どうしてもえ厳しいこともあってえ、C ランクという評価にいたしました。 あの、仮に、キャサリンが、歩兵ヒーローで同じ効果だったら、D になってた可能性、全然あるんですよね。まあ、ただ、え、このキャサリン、え、Z ウイルス調査、え、冒険モードですね。え、そちらでは、え、現在も大活躍です。あの、キャサリンの長所って、あの、Z、えっと、冒険モードで、え、キャサリンは、え、2ポイントで、 え、スキルを打つことができるので、もうめちゃめちゃ強いんですよ。あの、冒険モードにおいては、もうダントツ最強の強さを持ってます。持ってますので、ぜひ、彼女は必ず、冒険モードで使っていただくのが良いのかなと思います。で、そして、え、キャサリンの、え、長所として、すぐに覚醒させやすいんですよ。 あの、新サーバーで一気にスタートダッシュする方は、もう全然え育てて良いのかなと思います。まあ、ただ、覚醒させないんだったら、中途半端に育てるの本当にもったいないので。え、キャサリンは、初回課金で入手していけると思いますので、そちらで入手だけして、スキルは上げずに、レベルとランクだけ、え、上げていただいて、 え、ットウイルス調査で活躍させるか、え、スタートダッシュする方は、え、覚醒までやっていただくのが良いのかなと思います。えー、では次に、え、ライゴローですね。えー、彼なんですけども、彼は初期からいる歩兵ヒーローですね。ただ、今、ライゴローって使わないんですよ。 あの、今、損失を一切考えずに、守ることだけを考える中トをするとしたら、トム・サンダー・中トン。で、火力をある程度求めるのであれば、サンダーとルイ。もしくは、サンダーとビクター。まあ、これらの組み合わせになってくるんですけども、ただ、それも、守りの要って、絶対的にサンダーで、 それに火力型の中トンヒーローと組み合わせるのがベターなんですよね。あのサンダー、えー、ティアリストで言うともう SS ランクのヒーローなんですけども、サンダーがちょっと強すぎて、でそうなるともう守るためのヒーローの枠はサンダー。そして、えー、2番目も、えー、トムがいますので、そうなるともう 埋まりきっちゃって、あの、ライゴロを使う機会っていうのがないんですよ。あの、たまに、歩兵3部隊とかで、ライゴロを使ってる人いるんですけど、別にそれ、ライゴロが強いわけでは全然ないので。あの、ライゴロって、レイジスキルのシールド効果が、これ3秒間しか持たないので、相手のレイジスキルと噛み合わなかった時に、もうほぼ意味ない効果になっちゃうんですよ。 あの、始めたてで、サンダーを持ってなくて、そのつなぎとして使うならいいんですけど、サンダー取ったら、もう絶対にサンダーを育てて使うべきなので。ちなみに、覚醒させたライゴロウと、レイジスキルだけマックスにしたサンダーだと、圧倒的にサンダーの方が耐久力あります。ま、このままだと、サンダーの解説になりかねないので、 え、このあたりに、えー、しておきたいんですけども、もうそのくらいの、えー、差があるので、えー、ライゴロを育成するのは、えー、あまりおすすめできないのかなと思います。えー、では最後に、えー、中野さんですね。もう彼女、えー、ビジュアル的に、もう大人気ヒーローですね。あの、私も好きです。ま、あただ、 どうしても戦闘ではかなり厳しいです。一応覚醒させると歩兵部隊に対するダメージアップを持っていてえ、移動速度アップ持ってるんですけども、それでもレイリースキルがこれちょっと弱すぎて使うことはかなり厳しいんですよね。あと、射撃って兵科として一番弱い代わりに、 一番ヒーローが優遇されてるんですよ。えー、具体的には、えー、ジュリア、ルイ、チュン。もうこの三人は本当に化け物です。そしてなおかつ、えー、ジェイコブもいたり。まあ、このジェイコブ、あの全然スポットライト浴びてないんですけど、あの射撃という陛下の弱さを抜けばめちゃめちゃ強いんで、 そう考えると、え本来、射撃という陛下の弱さを、陛下の、え、えっともさえ、射撃の、射撃という陛下の弱さをヒーローの強さで補えるはずが、中野さんは正直補えないので、なので、あまりおすすめできないヒーローになるのかなと思います。はい、えー、ということで、えー、C ランクの、えー、ヒーローの解説は、 以上になるんですけども、いかがでしたでしょうかまあ、どうしても C ランクということだけあって、強いヒーローはいなかったんですけども、これらのヒーローの強さをちゃんと知っておくことで、育てないで良くなったり、逆に、今回の C ランクのヒーローと比較して、 やっぱり S ランクや SS ランクのヒーローって別格だなということにもつながると思いますのでぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います、えー、次回は B ランクのヒーローの解説ということでもうここからはもう現在の環境でもバンバン使っていける強いヒーローばかりになります、えー、どのヒーローにも え、活躍の機会がありますので、え、ぜひご視聴いただけると嬉しいなと思います。えー、では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。え、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。